カンドランナーは赤松。バッターボックスの中東はワンボールからの2球目を第1打席で打ちました。で、2打席目、3打席目はいずれも初球打ち。ファーストストライク狙ってきてますね。はい、まあ、この場面でもストライクゾーンに来れば振ってくるんでしょうね。特にまっすぐはね。振っていった。ライトの前ワンバウンド。2塁ランナー3塁回る。俊足赤松ですが、あっと中継プレー。ファーストの浅村がボールを送れない。1点を先制しましたカープです。一塁手の浅村が中継プレー入ってボール握り損ないましたね、はい、ただね、やっぱり今の赤松の走塁、はい、やっぱ足速いですよね、まあ、浅村がホーム投げようかなと思った時には、うん、多分もう間に合わないかなっていうのが半分頭の中にあったと思うんですよ。なるほど、握り返しただけではないと思いますね、はい、ライトへの打球でした。中継プレー浅村もう投げられませんでした。もう、まあ、ドンピシャで投げても、まあ、クロスプレーどうかなっていうね、はい、1点を7回の表カープが先制です。赤松の俊足代走起用が当たりました。